皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。リビングライフ QT の時間になります。今日も導かせていただきます。千葉県にございます純福音成田教会の牧師の瀬能と申します。よろしくお願いいたします。10月28日、コリント第一の手紙3章の18節から23節の御言葉になります。今回のテーマは、人間の誇りを無益にする神の知恵と主権という題です。コリント人への手紙第1、3章18節から23節。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捕らえる。また、次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そして、あなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。今日の本文の箇所ですけれども、この人間と神というのを対比しながらこう述べている、大変興味深く面白い場所だと思います。18節にはこうありますね。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。面白い、こう逆説的な表現だと思います。この論点、観点というのは、非常に神と人というのを浮き彫りにさせる。そういう言葉だと思いますね。ある意味で人間はこの知識、知恵、知性というものを求めます。ギリシャ語ではこの知性、知識をソフィアというふうに言うわけですけれど、このソフィアを愛するということで、フィロソフィア、哲学という言葉も出るわけなんですが、この知識、知恵を追い求めるということが、人間にとって、この世にとっては大変重要なことだ。しかし、この聖書は言うんですね。それを追い求めて、そこに至るものは何か。むしろ神の前ではそれは愚かなものになるんだ。そうです。神は全知なる神だと聖書は語っています。すべてをご存知なんですね。すべてを知って働かれる神なんですね。ですから私たちが知恵知識を、知性を増したとしても、それは神には到底及ばない。ですから神を信じることの大切さ、これを語っていると思います。さらに19節にはこうあります。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉えると。この人間の知恵知識というのは非常に矛盾をこう含んでいます。特に言葉はそうですよね。私が A さんを愛するとこういう言葉は私の本当の真実の言葉です。しかしそれを聞いていた B さんがこう思うわけです。じゃあ A さんを愛しているならば私は愛していないの。フランスの有名な哲学者が言った人間の言葉の矛盾というものです。知性知識もまた同じようなところがあるというんですね。それによって神を証明しようと多くの思想家、哲学者たちがそのことを試みました。しかしその結果出てきたものは本当に虚しいもの。結局神自体を知るということ、これ以上の知識はないと聖書は言っています。20節、次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。神がいないところでの論議、これはいくら
神を語っていてもそこには神は現れません。神ご自身との出会い、神を何よりも存在として認め、迎え、信じて愛すること、これが神を知ることの近道だと聖書は言っています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。突然ここでこう論理が飛ぶんですね。今までは知恵知識の愚かさをこう語りながら、しかし突然すべてのものはあなた方のものですと、こうコリントの手紙を書いたパウロは語っています。それは一体どういうことでしょうか。聖書を見ますと、神を信じる者は天の御国、天国を相続する。まあ、いわば神の相続を受けるものであると言っているんですね。最近ではあんまりキリスト教会では使わない難しい言葉になりましたが、私業という言葉があります。韓国ではよく寄与と同じようなこの言葉で意味で使う言葉があります。私たちには神の私業の技があるんだ、つまり神はたくさんの財産を私たちに委ねて継ぐようにしておられる神だというんですね。ですから私たちは何かを知ろうとして知識を求め、また知恵を求めていきます。知性こそが美しいもの、麗しいものだとこの世では称えられます。しかし私たちは神を知るということは、神を認めて信じて迎えて愛して、この方と共に歩んでいく、これが信仰であり、それが全てを受け継いでいることにつながっていくわけです。さらにパウロはこう言っております。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものですと。当時この手紙が書かれたコリント教会、コリントというところは貿易や人種や様々なものが入り混じる、大変複雑な都市でもありました。宗教的にもそうであったと言われております。そんな中でコリントの人々は大変混乱の中で、特にいろんな人種や背景を持っておりました。互いに対立する人たちもたくさんいたんですね。そこである人はこう言ったんです。やっぱり私たちはパウロに従っていくべきだろう。ある人は言ったんです。アポロに従っていこう。このアポロという人は大変な名説教家、雄弁なこの弁舌家でありまして、彼が語るところに皆が納得し神を信じたとも言われています。そしてある人はケパについていこう。ケパとはこの十二使徒のリーダーとなっていたペテロでありました。それぞれに意味があって、この人々はそれぞれについていこうとしたんですね。しかしここで著者は大事なことを言うわけです。そうではないんだ。これは前半に語られている知識とつながるところがあると思います。人間の経験や知識、また知恵、人間の持っている様々な感覚や考えで神を知ろうとしないで、神ご自身に出会ってこの方を受け入れ信じていきなさい。このようにパウロは語っているんだ。こういうことだと思います。ですからもうすでにあなた方は全てのものを受け取っているんだ。それがまさに修行の恵み、修行の技、神の相続であると、こういうわけですね。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものですと言っております。この世にあっては私たちは様々な成績や数字を残すように要求されます。勉強する方は大いに勉強してください。会社にある方、事業をやる方はどうぞ営業の成績が上がりますように頑張りましょう。でも私たちはキリスト、この信仰にあってはキリスト以外に誇るものはないということです。今日も素晴らしい一日となりますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたは私たちに素晴らしい御言葉をくださいました。キリストイエス以外に誇るものはない、クリスチャンの信条です。皆さんの信仰を大いに祝福してください。キリストイエスのお名前によってお祈りいたします。今日もキリストイエスだけを誇る皆さんになりますように。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は素晴らしい御言葉をくださりありがとうございます。私たちはこの世で様々なものを誇ります。ある人は健康を誇り、長寿を誇り、ある人は自分の知恵知識を誇り、今までやってきたこと、子供を誇り、しかしキリストイエス以外に私たちクリスチャンにとって誇るものはありません。キリストだけが褒めたたえられ、崇められ、現れる私たちとなりますように。キリストイエスのお名前によってお祈りいたします。